ララワビスは、新第三期先進魚のアルゼンチンに生息した、肉食性の飛べない鳥の属。模式種ララワビススカグリアイのみが知られている。本種の化石はこれまでに発見された、フォルスラコス科の化石の中で、最も保存状態が良く、90%以上の骨格が保存されている。学名は、スカグリアの壮大な鳥の胃。 アルゼンチン北東部プラジャロスロボスアロソウの下部に位置するライスタフェータ浜の崖の堆積物中から2010年に化石が発見された。化石には完全な口蓋、頭骨、口頭、目の骨が含まれている。ララワビススカグリアイが背丈1.2メートルに達する中型のフォルスラコスカ鳥類であり、先進魚にあたる。 約350万年前のアルゼンチンに生息したことが化石から示された。ララワビススカグリアイは草原を生息域にしていた可能性が高く、体重は約1 8ラムと推定されている。原生鳥類と違って頭骨を分ける関節は融合しており、獲物を襲うのに適していた可能性がある。内耳の CT スキャンから課鳥域は380から4230。 ヘルツと判明し、それに合う低い声を発していたと考えられている。以下のクラドグラムは2015年のデグレンジの解析の後に簡略化されたものである。ありがとうございます。